どうも、アッキーです。今回はですね、今回もまあニートから億万長者を目指すっていう企画をやっていくわけなんですけど、今回はその株式投資について詳しく解説というか知っていきたいなと思います。で、僕が株式投資をする上で好きな投資家がいまして、それがまあウォーレン・バフェットさんっていう、まあ、世界一の投資家の方なんですけど、その方が本というか手紙を株式を、買ってくれた人に毎年こう手紙を送ってらっしゃるんですよ。それを元にして作った本がこのバフェット帝国の掟っていう、もともとバフェットからの手紙っていう本があったんですけど、それの続編みたいな感じなんですけど、このバフェットの帝国の掟っていうのを解説していきたいと思います。でもこのバフェットさんっていうのは、その億万長者というかもビリオネアなんですけど、この方は5歳からもビジネスを始めて、8歳ぐらいには株式を持っておられたらしいんですよ。で、この方曰く、私が億万長者になれたのは昔から幼い頃から株を始めたからだって言ってらっしゃって、やっぱその何事もその若い頃から始めるっていうことが大事で、僕もだからこそ株式投資を大学の頃から積み立て投資を始めたんですけど、それって大事で、まあ、どんなこともそうなんですけど、まあ、そのプロサッカー選手になる人とか、プロになる人って結構幼い頃から何でも始めてるじゃないですか。福原愛さんがその小さい頃からこう英才教育を受けてこう卓球を習ってたっていうこともありますし、そのスケート選手の羽生結弦さんとかも、その幼い頃にフィギュアを始めてそれで上手にしたっていうのがあるじゃないですか。多分も同じで、こう若い頃に始めれば始めることにもだんだんこう積み立て同じ額だったりするので、だんだん複利がこう上がっていくじゃないですか。積み立て投資を若い頃からやっていくと細かくやっていくと、だからこそこう若い頃からするのが大事っていうふうに、バフェットさんから学びました。そしてこのバフェットの帝国の掟っていうのは、このバフェットさんがこう株を投資する会社の基準が書かれてて、例えばバフェットさんの理論で言うと、その自分が何やっているかわからん企業には投資しないっていう。一時期 IT バブルがあったんですけど、アメリカではこのアップルとかそのマイクロソフトとかが台頭し始めた頃なんですけど、その時はバフェットさんにはもう何も投資しなくて、自分は何もわからないから IT についても、まあ、これから伸びるかもしれないし伸びないかもしれないけど、そう確実にいろんな人が過信して投資してる中で、自分も一緒に乗ったらその何て言うんですか、歯車になるっていう、自分の意思ではないのでわからないことには投資しないんですよ。だからこそこの方はコカ・コーラしていた、日用品とかに投資をされてるんですよ。そうなんです。はい。で、他にはですね、自分が、生涯持ち続けて株を買いというのがありまして、バフェットさんはまあ超長期投資で有名なんですけど、超長期投資をされてまして。とにかくこう自分の信じた信頼関係が大事だって、その信頼した企業にずっと投資し続けるっていうのが彼のスタイル で少しでもなんていうんですか、まあ悪いことではないですけど、ボランティアに参加しないとか、あとはまあ不正を行った企業とかすぐに株を売却したり、もう一切あなたとは取引しませんっていうのを
書いてるんですよ。だからこういう、こう自分のルールっていうのが株では大事になってきて、そのバフェットさんみたいにこう自分の分からないところには自分の知らない企業には投資しないとか、まあその何ですか、結構みんないるじゃないですか、あのみんながこう言ってるからあの買うみたいな、あのみんながやってるから就職するみたいな、大企業に就職するみたいな、自分の考えではなくて、あの人が言ってるから自分もそうしなければならないんだみたいなのがあるじゃないですか。そういう風潮って結構日本ではあると思うんですけど、そのバフェットさんはそれを全部否定して、自分で考えて行動しないことは全て間違いだっていう風に言ってて、もうこれもう正しいと思ってて、確かにあの自分で決めたことってなんかその後悔しないじゃないですか。あの、まあ、もし良くなっても悪くなっても、でも自分が決めたことやから責任も問うってなるんですけど、その人が決めたことやったら他人のせいにしたり、例えばまあちょっとあの時ああしればよかったなっていう後悔が残ってるじゃないですか。それがやっぱあのバフェットさんはよく分かっておられるなと思って、だからこそ成功したと思うし、まあ、数多くの失敗もされてきたと思うんですよ。例えばあのずっと持ち続けてたらあの伸びるはずやったあの企業の株をあの早い段階に売却してしまったっていうのがエピソードに残ってて、そこから長期投資に変えられたらしいんですけど、やっぱその自分が信頼における企業とか自分に信頼における人間にはあの囲い込みというか、あのしていくべきなんだな、していくべきというかしていった方がいいんだなっていうふうに思いました。でも他にね、もうね、いろいろちょっと書かれてまして、組織はどうあるべきかとか、その投資の掟とか、あとまあ信頼こそが大事だっていうふうにも書かれてますし、まあこの本を読めばあのちょっと難しいんですけど、書いてることは、まあ、でも言っておられることは正しいなと思います。ぜひ皆さんもこの、あのもし興味を持ったら読んでみてください。それからね、僕 あの最近 Kindle でも本を出しまして、鬼滅の刃から学ぶ人生のトレーニングっていう本が出てますので、その URL も貼っておきますので、ぜひ概要欄に貼っておきますので、ぜひ読んでみてください。それからね、あの Uber Eats はね、今2万5000円のキャンペーンをやってますので、下の URL から飛んで、もしよければ登録してください。登録して1回配達すれば完了になるので、それからね、モッピーの招待もありますので、ぜひ、クレジットカードを作るときとか、あの証券口座を作るときとか、あの不動産のがちょっとやってみたいとかいう方は、ぜひここからこう飛べば、あのそれだけでポイントもらえますので、ぜひ、登録してみてください。で今回はこのバフェット帝国の掟っていうのを解説しました。信頼関係が大事っていうことであり、株は一番若い頃から始めるっていうのが大事っていうことを解説していきました。ぜひ皆さんもね、株式投資は早めに始めて、早めに始めればほんまに誰でもあの資産形成することできますし、お金持ちになることもできるので、ぜひ皆さんもやってみてください。それじゃあまた。